タン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 タカタカタタン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 スタート。はい、どうも皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております、ハルドブルーのね、鈴木貴博です。ついに僕はですね、生理現象的に出すものを、ついに自分のものを全部出すことができたような、そんな感じまで至る、そんなマスターベーションをね、体験することができました。で、まあ、そのいきさつっていうのは、もうトイレでもう済ませてしまって、簡単にトイレットペーパーで拭って、手とあそこの部分を拭って、で拭いて、でそれでまあ簡単に済ませて、後でお風呂にちゃちゃっと洗ってっていう感じの、まあ、そういうルーティーンにしていったんですけれども、でそれがその、まあ、こういう汚い話ってあんまりしたくないんですけれども、申し訳ないんですけれども、お風呂でね、そのやってた行為よりかも、なんかいさつが結構スムーズで、で体調も全然悪くならないことに気づきまして、で今後ですね、そのトイレで済まそうかなっていうふうに思ってます。でこの新規に来てから、何かを発見したようにお風呂で済まそうと思って続けてきたんですけども、その6ヶ月目の今回、この時を機にトイレに移ります。でまた変わったんですよね、こんな感じで。だから僕もすごい驚きです。でほら、コーヒーなんかもね、ここ最近はずっと禁止にしてましたけれども、ちょっとまあさすがに1日1杯だったらいいだろうってことで、病院の先生にちょっと許可をもらっていたのもあって、もう一回飲むことにしました。で早速一杯目のコーヒーを、まあ久しぶりに飲んでるんですけど、美味しすぎて本当感動してしまって、もう至福の時間っていう感じになりましたね。でまあ改めて部屋のその物のレイアウトなんかも変わってるのも、こうやって動画に映してみてわかるように、生理現象の仕方がまたこう一個変わると、またこういう風にレイアウトも変わっていく、ね、こういうのっていうのは単純に面白いですよね。なんかその生き様っていうものがちゃんと映し出せるという感じがして、すごいですね、やっぱり奥が深い。一概にどちらかが優れているっていうふうになんか言えないことが最近分かってきています。特にそういうのは人それぞれなんで、皆さん自分で考えてね、自分に合う方がいいと思うんですけれども、僕はね、本当どっちがいいか全然わからないんですけれども、ただ選択をする際の洗濯物のじゃあ清潔具合とかね、あとは単純にお風呂でのじゃあ面倒くさい手順がじゃあ減るっていう意味においてとか、1回でお風呂が済むっていうところとかね、あとは部屋を汚さないそういうのとかね、そういうのを考えると、もしかするとトイレの方がいいかなみたいな、そんな感じを思いました。でもしじゃあ病院に入院していた時にお風呂で一人お風呂がなかった場合とかもありますしね、ホテルでもそのホテルのお風呂が狭すぎるとかいうこともあります。で一発で決められないこともありますなんてことを言ったら、トイレもなかなかいいですよね、選択肢としては。だから僕がこうやって初めて出すもの出せたっていうふうに感じられた今回のエクスペリエンスのように、トイレがその自分に合うなんていうことももしかするとあるのかもなって思いました。僕はその残衣障害っていう
のがそのお風呂場ではずっと残っていたので、今回トイレに移してからこんなにうまくいったっていうのは正直僕もすごいね、驚きを隠せませんけれども、まあ試行錯誤した結果、その親父の世代のなんか現状のような世間のその声というかそういうものや友達からのアドバイスっていうものがやっぱり優先だったっていう感じがします。自分で考えていただけでは多分無理だったから、だからやっぱりいろんな発見をくれた、そういう知人の方々にもやっぱありがとうございましたっていう、そういう感じですね。でほらそれが終わってじゃあ何があったっていうと、今度は 外部からの何かの要因、例えばそのコインランドリーで洗う時にその洗い終わったコインランドリー服を床に落としてしまった、でそれを持って帰ってきてそのまま着てしまったなんていうのもあるけれども、でもそれは外部の要因ですよね。だからこれはもう何かあってもなんかセックスしない限り病気しないとかいうそういう言い訳ができるし楽だから、僕は今のこの5月1日の現時点でのこの感じっていうのが今まで一番いいんではないかと単純に思っておりますので、はい、僕はそこにありがたみを感じてますし、実際今日もいい天気に恵まれているっていうのもあって嬉しく思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。高弘ズブログでした。ではまた。